マイクリフトヒーローズは現在イーサリアム上のブロックチェーンゲームとしては世界一になっているゲームです。世界中のヒーローやを集めてアイテムを手に入れてゲーム世界の制覇を狙ってください。そして、あなたが、時間やお金や情熱をかけて得たヒーローやアイテムがあなたの資産になる世界です。どうぞ楽しんでください。네안녕하세요디센터조재석기자입니다저는지금국내최대게임박람회지스타를취재하기위해부산에내려와있는데요오늘제가만난팀은이더림에서1위게임이죠마이크리프토히어로즈팀을모셨습니다はい마이크리프토히어로즈というブロックチェーンゲームを作っている会社、ダブルジャンプ東京の CEO 兼 CTO を務めている上野博信と言います。よろしくお願いします。マイクリプトヒーローズはイーサリアム上のブロックチェーンゲームです。今現時点でもうおかげさまで世界一となっています。でゲームの内容としてはヒーローたちが編成を組んでクエストに行って敵を倒してアイテムをドロップするっていう PVE、PVP の要素もあったり、あとはその国と国の同士の戦いの GVG があったり、シンプルながらも MMORPG っぽい要素があるようなゲームになっています。でその中でヒーローやそのアイテムやでもう一つ土地っていうのがあるんですけど、そういうものがイーサリアム上の NFT、デジタルアセットとなって、扱われるというようなゲームになってます。マイクリプトヒーローズは작년11월에출시된이후이더리움 DAU 를꾸준히1위를기록을하고있는데요이렇게많은유저들한테좀사랑을받을수있었던이유는무엇이라고생각하시나요日本でブロックチェーンゲームっていうのが、本格的な、ブロックゲームとしてこう登場したっていうのがマイクリプトヒーローズが初めてになると思うんですけど、それと、マイクリプトヒーローズの中ではリファラルの仕組みがあって、自分がこう招待した人が、イーサリアムでその、購入するとそのうちの何パーセントかが自分その招待した人に入ってくるっていうような仕組みがあるんですけど、そういうリファラルの仕組みがあることで非常にこうそのユーザーが広まってなおかつ継続しているっていう理由にもなっていると思います。마이크립토히어로즈팀은오프라인대회를진행을했고 TV 광고를송출한경험이있습니다그리고이번지스타에서그해커톤을후원하는걸로참여를하셨던것으로알고있는데이렇게다른블록체인게임사에비해서조금더마케팅에적극적으로임하시는이유같은게따로있으신가요마이크립토히어로즈を베이스にして MCH 플러스を広げようというふうに考えているので、まずはマーケティングに力を入れているっていうところがあります。特にマイクリフトヒーローズでたまたま、おかげさまでいいポジション、我々がいるので、業界全体を広げるという意味でもマーケティングっていうところに 力を注ぐっていうのは、我々に与えられた使命なのかなというふうに考えております。マイクリフトヒーローズを개발하시기전에대표님께서어떤일을하셨었나요マイクリフトヒーローズを開発する前、ダブルジャンプを創業する前なんですけど、ソーシャルゲームっていうのを開発するような会社にいました。でそこで、ブラウザのプラットフォームを作ったりだとか、あとはスマホのネイティブアプリを作ったりはしてたんですけれども、ソーシャルゲームの市場も開発がすごく大規模になってきて、世界中からこう競合も現れたりして、ソーシャルゲームビジネス自体が非常に難しい局面に来てるなっていうふうに感じておりました。あとは、ユーザーから見ても自分が時間やお金や情熱をかけたものっていうのが、NFT ではないのでゲームサービスが終わったと同時に消えてしまうっていう状況にも、それを変えることができないかなというふうに考えていたというところもあって、ビジネス的にもユーザー視点的にも、ブロックチェーンゲームっていうのに取り込もうというふうに気持ちになったのが、創業した理由です。혹시이더리움말고다른플랫폼에서는출시계획이없으신가요혹은게임내에서이더리움말고다른 ERC20 코인을지원한다든지에대한앞으로의계획들에대해서설명부탁드릴게요現時点ではイーサリアム以外を扱うという計画はないです
ただあのイーサリアムの場合はゲーム以外にその NFT の、 そのエコシステムというか経済圏というのがすでに、その他のブロックチェーンを使う場合にもそういったような NFT の経済圏というのがあのちゃんと築かれているところっていうところを選んでいきたいなというふうに考えております。であともう一つそのイーサリアムの中でも ERC20 っていうものを、まあ、扱う可能性っていうのはもちろんゼロではないんですけれども、あの法律的な難しさだとか、あとはトークン設計自体の難しさもあるので、今はそれを導入することに慎重になっています。이번에는블록체인게임산업에대해서좀얘기를해보고싶습니다。많은블록체인게임개발사들이유저들이게임아이템을소유할수있다라고홍보를많이하고있는데요정작게이머입장에서블록체인게임을해봤을때는그래픽이부족하다거나세계관이좀부족하다거나하는흥미요소가적었다고생각이드는데마이크립토히어로즈팀같은경우에는그블록체인게임산업이가지고있는문제가무엇이라고생각하세요현재의블록체인게임業界における状況というのはまだまだ黎明期だというふうに考えております。黎明期まだあの始まったばかりっていう、今後こうユーザーが増えてきてあの業界自体が大きくなってくると、あのますますゲームの見た目とか機能も充実するし、いろんな、まあ、IP も入ってくると思うんですよね。早く出してあのどういうゲームっていうのがまあ、業界とユーザーに受け入れられるのか、あのうまくいくのかっていうのを試す時期だというふうに考えています。なので、そこまでまだあの絵とか、まあ、ゲーム性とかっていうところにすごく絵やゲーム性というか絵にそんなにこうコストをかけていないっていうのが現状だというふうに考えています。ブロックチェーンっていうものの、 あのブロックチェーンというのが一般の人には難しい、あのリテラシーがないとなかなか理解されないところがあるので、そこのよりこうブロックチェーンというものを分かりやすく伝えるというような努力が、まあ、自分たちもそうですけど業界全体で必要なのかなというふうに感じております。최근이더리움생태계에서는디파이와관련된좀 DApp 들이강세를보이고있는추세죠。특히올해그런현상이두드러졌었는데요，이런일각에서는 NFT 아이템을좀담보처럼빌려준다음에대출을제공하는서비스도좀많이나오고있다고합니다。그럼마이크립토히어로즈팀같은경우에는디파이에혹시관심이있으신가요？ NFT とあの DeFi を組み合わせるっていうのは非常に面白い試みだというふうに考えておりますが、まあ、法律的なところの兼ね合いもあって、まあ、慎重にこうどういう形がいいのかっていうのを考えなければいけないというふうに考えております。あのその要素があったらゲームがより面白くなるかどうかで全て判断しているので、ゲームがより面白くなるような要素であればそれを導入していきたいというふうに考えております。일본과달리한국에서는좀암호화폐를활용한블록체인게임의유통에어려움을겪고있는데요블록체인을활성화시키자하지만암호화폐는안된다는정부의부정적인기조때문입니다。하지만 MCH 팀같은경우에는삼성갤럭시 S10 에탑재된블록체인월렛을통해서게임의플레이가지금가능한상황인데요혹시그마이크립토히어로즈팀같은경우에는한국의블록체인게임산업에대해서어떻게보고계신가요？今韓国のブロックチェーンゲーム市場っていうのはまだまだ一般に受け入れられにくい状況にあるかもしれませんが、それも時代が進むにつれてどん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 こう、まあ、広がっていくというか入りやすくなってくるのかなというふうに考えております。で、我々としてはもともと韓国のゲーム市場というのは非常に魅力的な市場だなというふうに考えております。そこにプラスしてあの韓国のゲーム開発会社は非常に高いセンスと技術力っていうのを持っているので、もうこれ本当に世界のトップレベルの開発力っていうのを持っているので、なので、我々はこの韓国のブロックチェーンゲーム市場がもっと早く一般に広まって流行ってくれればいいのになというふうに考えております。機会があればすごくいつでももっと韓国市場にリーチしていきたいというふうに考えています。